塩塚古墳は奈良県奈良市歌姫町、佐紀町に所在する前方公園墳。佐木田照古墳群の一揆であり、国の史跡に指定されている。塩塚古墳は大古墳の群ありする佐木田照古墳群の中では、位置的に見て西側のグループに属しているが、西軍の佐紀遼山古墳や佐紀石塚山古墳などとは南北を貫く谷を隔てた東側に所在している。 付近には本古墳をはじめ、門の止丸る塚古墳、尾瀬山古墳、先き病炭山古墳、猫塚古墳など先立列古墳群では中規模クラスの古墳が多く所在する。1956年に東古墳が果樹園として開墾されることになり、奈良県立歌原考古学研究所によって講演部を中止。その後、 1973年には古墳を削品して開発する計画があったが、奈良県教育委員会の努力により、地主側が保存に同意し、1975年に国の史跡に指定された。1979年からは保存のための発掘調査と環境整備事業が行われている。公園部を北都市、墳球規模は全長105メートル。 公園部計70メートル、前方部幅55メートル、高さは公園部9メートル、前方部1.5メートルを測る。前方部は公園部と比べ異常に低く平坦であり、奈良時代の河原が出土しているので、後世に作兵されて建物が建てられていた可能性がある。奈良時代、この付近には平城宮に属する園地の松林園があり、 東古墳もその敷地に取り込まれていたと考えられる。なお、墳球の調査では、埴輪や吹石は検出されていない。断築は、トレンチ調査により二段築性ではないかと推定される。集合は、前方部にはなく、後円部を中心に、馬蹄型に存在し、水を叩たいたていた様子はない。1956年の後円部での発掘調査では、主軸を南北に向けた。 粘土核が検出されている。粘土核中央部は洞窟により依存しなかったが、その両端部が残されており、全長6.80メートル、幅は北部で1.45メートル、南部で1.30メートルであることが確認された。粘土核内には木管の痕跡が残されており、その大きさは全長6.35メートル、北部の幅63センチ、南部で 幅65センチであった。異物は、洞窟により原位置を全て失っていたが、鉄剣に、鉄刀子1、びて通す4、鉄府15、鉄釜9が出土している。この年度核は、公園部の中心よりやや東寄りで検出されているので、他にもう一つ、埋葬施設が並列している、可能性も指摘されている。川上国彦今尾文明、奈良市塩塚古墳。 奈良県遺跡調査会法、奈良県立貸原考古学研究所編1978年度77から94ページ。ありがとうございます。